東京メトロの運転士辻と申します。今回台湾に来たのはですね、台湾で困ってる、日本人の方を助け、もともとはその東日本の大震災のですね時に、台湾にたくさんみんなたくさんの援助やらそのお心遣いいただきまして、その恩返しをしたいとかねてから考えておりました。台湾は日本にとって人気のある旅行先ですけど、その行かれる先で少しでも困っている方の楽しい旅をできるためのお手伝いができるんだったら、それも一つの恩返しかと思いまして、今回ボランティアを志願いたしました。这次会来这边做志工的原因呢，纯粹是因为之前七年前的三一大地震，然后他觉得说很感谢我们台湾的援助，那他也很喜欢台湾，那经过透过这次的楼上的交流合作，那他希望说能够让这些日本来台湾的旅客能够有更多对台湾的一些认识，跟知道说怎么样去能够搭车或者是去想要的地方。那他觉得这个也是一种另外的，就是报恩的一个行为。那所以他是觉得希望透过这样子的方式，能够有一个更深层的交流。台湾鉄道は結構なんか日本に近いっていうか、日本の電車も走ってますし、あとやっぱりその切符の買い方とかが日本と少し違う。 MRT はそうですね、やっぱり日本と一緒でそのすごいたくさんの人を市民の足として働いてますけど、そうあまりその地上に行ったり、他の日本はその乗り入れたりとか他のところに直通したりしますけど、地下鉄だけなんで、その辺がちょっと違うのかなと。新幹線はもうほとんど日本の新幹線と同じような感じで、もう安心信頼できる乗り物ということで台湾では定着してるんじゃないかなと。日本でもそれは一緒だと思います。说就是如果是台铁的话，因为我们是买他们的火车，所以其实基本上不管是车票的买卖方式，或者是说搭乘方式，其实是差不多的。但是如果是以地铁来讲的话，那个他们一般的 JR 线路跟地铁是共用一条轨道，那我们台湾是完全分开的。对，那如果是因为高铁的关系的话，高铁是他们也是他们的车辆嘛，那因为它停站，因为像我们有一些新左营跟左营这种，他们也是有类似的东西，所以其实还蛮相近的。